はい皆さん毎度毎度はい新年明けましておめでとうございますでも新年明けましてったって関係ないよね今年はどうするって今年はまあ優雅に働いて早く終わらせる仕事をねほんで走らない小走りしない疲れない <laughs> 優雅に働こうと思ったらまずハサミの開閉速度の見直しだね 早すすぎぎずず遅ね、心のリズムというかね、狙っっっててて切ますいうイメージだねそれこそねカチャ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 やってるとねネズミが石鹸食ってるみたいにね貧乏生感ね自分もね若い頃思い出すとねやっぱりカチャ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 早くやってたんだよね貧乏くねだって早く終わんねえんだもんってねいや他で短縮するっていうか逆にさ10%セーニング1丁でさカチャ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 やってる時もあったね。 まあ,あの時はねだけどそれ数年前の話なんだよね。でなんで2丁を持たなかったかっていうとお客さんがさ「親父2丁で挟み切ってる」ってんでさ驚くんじゃねえかなと思ってね「何この親父じ」っつうんでさ2丁で切ってるってさそれが怖かったんだよね。だけど2丁でやるとお客さんって意外と新しい技術みたいで。 新しい技術でカットしてくれると思ってるっていうのお客様も情報の中で生きてるからね長いことテレビ見てればさどっかのパーマ屋がさ、2丁で持ってるね、どっかの国の先生が3丁で切ってるなんてのは必ず見てるよねだからそれほど違和感なく抵抗はなかったねセニングシザー2丁持つ3丁持つね最新式カットかっつったらそんなことはないよね どっっかかの国の国先生、なんか5兆ぐらいい持ってる人いたよね。<laughs> ま美容師がね美容師の仕事を見てねセンニング2丁持ってる何やってんのおめえなんて思うかもしれないけどお客様はねあの見慣れないカットをされるとね最新式カットだと思って意外と喜ぶもん。で今まで自分がやってきて9800円シリーズの MOC だっけあの20%センニング2丁持ってやって。 あれで十分かな。それ以上切削力が上がるとちょっと怖いなっていうのは今現在感じるね。この20%の切削力もねメーカーによって違うからね、まあ、今現在 20%2 を持っていれば十分かなって感じだね。はいお疲れ様でした。